うまいのは何だと思いますか？また木登りが最もうまいのは何でしょうか？ネコ科の動物たちは実に個性豊かで、それぞれがどこでも生き残るための術を習得しているのです。こちらはヒョウ、またはレオパードとも呼ばれる動物で、食肉目ネコ科ヒョウ属に分類される4種類の動物の一つです。体はスレンダーながら筋肉があり、柔軟性に富みます。また長い尾を持っています。ヒョウの毎日の食事メニューには90種類以上の動物名が並びます。ヒョウは生息地の自然の色に完全に溶け込むため、ほとんど姿が見えず、こっそりと獲物のすぐ近くまで忍び寄って攻撃を仕掛けます。ヒョウの視力はよく、昼夜を問わず狩りをすることができます。そして食べ物に関しての襟好みがあまりないことが生息地拡大につながったと考えられています。またヒョウはハイエナ、ライオン、さらにはワニといった他の捕食者を恐れません。このような動物が相手でもヒョウは必要に応じて勇敢に反撃を食らわせます。ヒョウは鋭い爪を持ち、これを使うことで自分の体重の2倍もある獲物を加えて木に登ることもできます。こうしたわけで隠れ家も当然木の上、危険が迫った場合にも素早く木に登って逃げることができます。ヒョウは木の枝に足一本でぶら下がることもできます。こうしたこともあり、ヒョウは砂漠にも森林にも生息できる唯一のネコ科動物となっています。ヒョウは食べ物にうるさくなく、鹿やシマウマ、イノシシだけでなく、ノウサギ、ヘビ、トカゲ、さらには小さなネズミなど、どんな動物でも食べます。機会があれば鳥を攻撃したり、魚だって喜んで捕まえます。もし食料不足になれば、ハイエナと競い合って腐肉を食べることすらあります。こうした理由でヒョウはどんな土地にも適応できるのです。しかし繁殖期が始まると、ヒョウの狩りへの関心は薄れ、オスたちは最も美しいメスを獲得すべく、メスたちの気を引こうとします。この時期にヒョウ同士が争うことは珍しくありません。しかしやがて情熱も収まり、静かにペアを形成します。ヒョウの妊娠期間は約3ヶ月で、1匹から3匹の赤ちゃんが生まれます。子育てをするのはメスだけで、狩りに出るときには子供たちを隠れ家に残します。オスは100平方キロメートルにもなる広大な縄張りを持ち、自分の子供たちがそこに住むことを許します。一つのテリトリーに複数のメスが住むこともあります。しかし子供たちは1歳半を過ぎる頃には父親の縄張りを出て、自分の縄張りを探しに行かなければなりません。さてヒョウたちが持つ素晴らしい能力を見てみましょう。アンテロープはヒョウのお気に入りの獲物ですが、敏感な聴覚と鋭い嗅覚を持っているだけでなく、優れた視力を持つヒヒとよく一緒にいます。ですからアンテロープを狙うときにはヒョウは特に慎重になる必要があります。ご覧ください。草をはむアンテロープの群れにヒョウが注意深く忍び寄っています。地形をうまく利用して気づかれずに忍び寄り、そしてアタックです。アンテロープはヒョウを飛び越えようとしますが、ヒョウのジャンプも負けていません。見事に空中でキャッチしました。しかしヒョウはもっと近くまで忍び寄ることもできます。このヒョウは休んでいるアンテロープを見つけ、接近を始めます。ブチ模様の体は乾いた草に完全に溶け込み、獲物のすぐそばまで近づきます。もちろんそのようなハンターが相手ではアンテロープに勝ち目はありません。アンテロープが何も知らずに草を食べている間に、ヒョウは注意深く静かに茂みを通り抜けます。そして一瞬の攻撃で獲物はすでにヒョウの牙に挟まれています。ヒョウはすぐそばまで来ていたので、アンテロープは飛び上がることすらできませんでした。しかし一体どうしてこれほどまで気づかれずに接近できるのでしょうか。さてソーセージの木の下では注意が必要です。果実だけでなく
氷が上から落ちてくる可能性があるからです。このような状況ではさすがのヒヒもアンテロープを救うことは不可能です。ちなみに同じようにしてヒョウは他の動物にも襲いかかります。若いシマウマは不運なことに間違った時に間違った場所に居合わせてしまいました。ヒョウはせっかくの獲物を他の捕食者に横取りされないように木の上に引き上げるだけです。さて、仲間同士の喧嘩で夢中になっている場合ではありません。今回に関してはアンテロープたちはラッキーでした。ヒョウがたまたま優柔不断でどちらを追いかけるかをとっさに決めかねたからです。イボイノシシもこの冷血なハンターに狙われることがあります。ヒョウは巣穴の入り口で待ち伏せをしてイボイノシシの家族が出てくるのを待ちます。このような場合は狩りの成功率はほぼ 100% です。穴が大きい場合はヒョウが自ら中に入っていきます。どうやら両親は逃げて小さな子供が犠牲になってしまいました。お腹が減っているとヒョウは爬虫類にも興味を示します。オオトカゲも必死に抵抗していますがヒョウは首元に噛みつきひょいと加えて茂みへと運びます。オオトカゲが獲物になるならもちろんヘビだって興味の対象となります。このヒョウはニシキヘビを見て近づくことにしました。ヒョウはすぐにヘビの頭部に噛みつきソーセージのように引きずります。しかし近くに水場がありヘビはそそくさと逃げてしまいました。こちらのニシキヘビははるかに大きくヒョウは苦戦しています。ニシキヘビはヒョウを輪締めにし始めあわやヒョウも降参かと思われます。それでもヒョウはなんとか相手の頭部を離さずにヘビの締め付けから抜け出すことができました。ニシキヘビはもう動かなくなりました。ちょっとスリルを味わいたいならヤマアラシなんかはいかがでしょう。ヤマアラシは攻撃者の皮膚を刺しとてつもない痛みを与える長い針を持っています。それでもヒョウが本当に食べることを望むならどんな障害だって乗り越えることができるのです。中には鳥が好きな変わり者のヒョウもいるようです。さすがに大空を羽ばたく鳥には手が届きませんが地面にいる相手ならこっそりと忍び寄って襲いかかることはできそうです。残念、あとちょっとのところでした。今回はたまたま幸運がエジプトガンの命を救いました。ヒョウが隠れているのも知らず最長たちがのんきに草の中に降りてきました。当然の結果1羽はこのサイレントハンターに囚われてしまいます。しかし驚いたことに最長はヒョウから逃れヒョウをつついて飛び去ります。木の上で座っていても近くをヤツが歩いている時には注意が必要です。ヒョウは地面よりもむしろ木の上の方が素早く移動できるかのようにすら見えます。ヒヒたちはヒョウの宿敵です。ヒヒはいつもヒョウの狩りの妨害をするためヒヒとヒョウの関係は当然最悪です。ヒョウは木の上にいるヒヒを簡単に捕まえることができます。そして今このヒョウはまさにそれをしようとしているのです。ヒヒに逃げ道を残さないように上へ上へと追いやります。最後に壮大なジャンプをします。ヒョウはどんな獲物でもどんな場所であっても捕まえることができるようです。ヒョウはハイエナのような危険な捕食者も恐れません。ハイエナが一頭であれば大胆に獲物を横取りすることもあります。ハイエナがどうしようか考えている間にヒョウは獲物を木の上にせっせと持って上がります。しかししばしば逆の状況も起こります。ヒョウが狩りを終えると同時にハイエナが現れました。こうなると獲物を諦めるか急いでできるだけ多く食べてしまう必要があります。ヒョウも急いで手元の部分から食べるしかありません。それでもハイエナがふと気を取られた隙にヒョウは残ったイノシシを木の上に持って上がりました。チーターたちも横柄なヒョウには
頭を痛めているようです。しかしチーターのスピードに追いつくのは困難です。そしてチーターが2頭いればヒョウはもはや勇敢に振る舞うことはしません。ヒョウにとって本当に危険な相手は何かといえば、それは百獣の王ライオンです。ライオンは体がずっと大きいだけでなく、プライドと呼ばれる群れで行動をするからです。つまり獲物なんかはさっさと放棄して自分の命を大切にする方が賢明だということです。こちらのヒョウは尊厳を持ってライオンのプライドから逃れようと試みています。ヒョウは必死に歯をむき出していますが、ライオンは落ち着いています。隙を見てヒョウはこの群れから逃げ出します。さてヒョウがいかに興味深い動物であるか存分にご覧いただけましたか？皆さんはヒョウがお好きですか？ぜひコメントにお書きください。ではまた次回お会いしましょう。